浅草隅田公園内にあるカフェウィーさんにいます。ウィー。さあ今日から始まりましたイベント、隅田川絶景にてカルチャー総浪、略してスミカルの模様を世界中に生放送でお届けします。イエーイ。 Hi, my name is Mickey. Welcome to Asakusa Channel. We will be on airing live about the event スミカル。どうしたどうした。英語で、はい。なんで、世界中の人に見てもらうってことで、同じことを英語で。英語がピラピラなわけ。そうです。カンペがあるけど、カンペがあるけど英語がないです。ない、英語のカンペなんかないよね。ないですよ、ちゃんと同時通訳ですから。同時通訳だもんね、はい、俺の言ったことを通訳してくれてるんだもんね。そうです、そうです、そうです。じゃあこれから通訳してくれるんで。そうです、はい、じゃあ改めまして大王イカオです。はい、 His name is Giant Squid Man。 いや、ジャイアントスクイッドマン名前だから大王イカオって言ってくんないの。え、それもそれも英語にした方がいいです。やめて、名前だから。あ、ちょっとなんか怪物みたいになっちゃってそれはいいです、はい、あ、わかりました、はい、国内だけではなく、うん、世界の皆様に浅草をの魅力をお届けします、うん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあね、浅草チャンネルですけども、みきちゃんも浅草をレポートしてくれてますよね。はい、そうなんですよ。私実は浅草あまり来たことがなくって、本当に新鮮な気持ちで来たんですけど、もう食べ物は美味しいし、人もすごく優しくて、もうなんかすごい大好きになりました。ちなみにこのスタジオに使ってるここ知ってました、はい、カフェウィー。知らなかったんですよ、初めてで。今日初めて、人気があって、はい、食べ物が美味しくて、はい、スムージーとホットサンドで、最近人気急上昇なのが豆腐白玉クリームぜんざい。豆腐、そう、そういう、それがね今人気があるらしいんですよ、こちらで。ぜひここへ来たらそれ食べてもらいたいんですけど、はい、今ね、まあこう前見えてますけども、ジョギングとか散歩中の人がすっげえ寄ってくるんですよ。中に一人で読書してる人とか。ああ、それね、なぜかっていうとこれなんです。これこの景色なんですよ。こっからはスカイツリーが一望できるんです。知ってました？すごい素敵ですね。素敵ですよね、うん、ただまあ座ってね、カフェ飲んでるだけでもいいですよね、景色見ながらね、はい、のんびりと。ぜひね、浅草に来たらカフェウィーンに寄ってもらいたいですけども、はい、今日から3月まで開催されるイベント、スミカルは浅草をさらに楽しんでもらおうと素敵なプログラムが盛りだくさんであります。日本の皆さんはもちろん、海外の皆さんもぜひ来て楽しんでください。 This event starting today till March has lots of cool programs. Not only Japanese, but we want all the people from the world enjoy it too. さすが、さすが、ペラペラなだけありますね。カンペなんか読んでないですよ、ね、読んでないですよ。はい、ね、どんなイベントなのか、まずはこちらをご覧ください。Let's find about what this event is about. Check it out! 浅草がもっと好きになる。それが隅田川絶景にてカルチャー総浪。本日11月23日から来年3月14日までの4ヶ月間、隅田川沿岸では様々なイースト東京カルチャーを楽しめるイベントが開催されます。11月29日からは各週末の土曜日、隅田川のほとりカフェウィーで地元浅草のアーティストを中心にしたカフェライブが開かれます。ジャズナイトを皮切りに昭和歌謡、フォークにボサノバなどなど、川辺で8つのライブが楽しめます。またお隣のカフェタリーズでは11月28日からの各週金曜日午前中はコーヒー講座、そして19時からは下町の匠たちによるワークショップが無料で開かれます。飴細工、匂い袋体験、紋切り型体験など講座は8つ。参加費無料なので絶対にお得。申し込みはこちらまで。さあ今日はね、このスミカルの初日ということで、
この後15時からと17時からの2回オープニングイベント川ライブが開催されます。まだ間に合いますんでね、ぜひ来てほしい。はい、スタジオには本番直前の辻香織さんと今日ステージの MC を務めご自身もシンガーのケンさんにお越しいただきました。どうぞお願いします。いや辻ちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。久しぶりですね。すっかりもうイカオさんなんです。イカオさんです。いや、あ、前回ね、一緒にやった時は東京名物大神本舗500年っていう。そうですよね、改名を。そう、改名したんで、改名イカオでお願いします。イカオさん、はい、よろしくお願いします。ライブ直前なんですけども、はい、そうですね、今日のコンディションは今日ですか、はい、いやもう今日でも本当お天気がね、こんなに良くって、ね、絶対私極寒だと思ってたんですよ。極寒ライブだろうと覚悟してたんですけど、お天気いいのでやっぱ気持ちいいなと思って。極寒よりはちょっと暖かい方がやりやすい。もう全然、もう全然やりやすい、うん、あ、そうなんだ。それで、うん、今日はどんな演奏を聴かせてくれるのか、ちょっと。はい、どんな演奏、うん、曲とか。あ、曲とか、うん、そう、それ聞いてもらって。辻ちゃん別に漫談するわけじゃないですよ。いや別に漫談なら漫談って言ってもらっていいんだけど。いや歌いますよ。歌いますよ、はい、あのとインスタントパイジェンヌって作品を、はい、去年12月に出して、それを引っ提げてもう全国ツアーずっとしてたんですけど、はいはい、今回はその中から凱旋です。凱旋戻ってきたんですか。あ、そうです。それを全国回ってそう、で久々の浅草。浅草は2ヶ月ぶりなんですけど。浅草2ヶ月ぶり1ヶ月ぶりかな。あ、結構割とやってる。割と浅草には戻ってきてやってるんですね。はい、だって近いから。すいません、はい、浅草チャンネルで親父のコーナーを担当していますが、はい、浅草の親父さんってどんな感じなんですか。どんな感じ。熱い人が多いですね。よく喋る、みんな。わかる、ね、うん、僕あの辻ちゃんのお父さんにもあったんですよ。あ、そうなんですか。辻ちゃんのお父さんがもう浅草の親父ですから、親父ですからね、よく喋る人ですよね。今日だって私、はい、今日大王イカワさんも来るんだよって言ったら、どんなイカだとか。どんなイカだって。いや、イカ合ってるじゃないですか。合ってるんだ。言ってください、それ合ってますよと。大きなイカだろうとか言って。いや、まあ大王イカですから、はい、すごいボケかましてましたよ、朝から。本当ですか。ちゃんと帰ったら言っといてください、うん、あの東京名物でした。そうですよね、はい。で今日のステージで MC を務めるケンさんです。こんにちは、ケンです。お願いします。よろしくお願いします。僕はもともと関東を中心に活動してたあのシンガーなんですけれども、はい、今は浅草を中心に、この浅草から出る船、そして浅草に入ってくる船の上で、はい、歌を歌ったりしてます。え、あの浅草から出て入ってくる船って屋形船。屋形船ではないんですけれども、はい、浅草からあの日の出桟橋に行ったりとか、日の出桟橋から浅草にお客さんを連れてくる船で、あの自分たちで企画をしてあのやっていたりだとか、そのツアーの一環として僕たちがそこに乗り込んで歌ったりしてます。船の上でライブを見せながら船でこうやって食事とか、そういう感じですか。そうですね、はい、そういう感じですか。まあ外ではもうすぐ始まるライブの準備中ですが、あの今日のステージに出演する方たちを紹介してもらっていいですか。あ、はい、今日4組出まして、1人目がミクさん、昭和歌謡ライブをやっていただきます、はい、あと松本優子さん、松本さんにはボサノバライブ、ボサノバ、はい、をやっていただきまして、あとコメさん、うん、R&B を中心に活動している、はい、男性シンガーと、あとここにいる辻香織さんにフォークソングライブをやっていただきます。あのジャンルが全て違うんですけど。そうですね。そういうライブってよくあるんですか。わあ、なかなか見ないと思うので、やっぱりそこがまた一つの見どころじゃないかなって思ってます、はい、オープニング川ライブはこの後午後3時からと午後5時からの2回、お近くの方はまだ間に合いますので、はい、ぜひお越しください。お願いします。お願いします。お願いします。大変ですね、この後ライブのために2回やるわけですよね。そうですね、2回ですね。3時からが1時間と、夕方5時からが2時間のステージとなっております。2時間、はい、2時間頑張ってください。ありがとうございます。辻さん、健さん、本番前のね、忙しい中ありがとうございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、このスミカルライブでは今日だけではないです、週末の土曜日、ここカフェウィーでカフェライブが行われています。はい、どんなライブか、こちらの VTR をご覧ください。スミカル、毎週さまざまな浅草の魅力と出会える
隅田川絶景にてカルチャー候。11月29日からは各週末の土曜日、隅田川のほとりカフェウィーで地元浅草のアーティストを中心にしたカフェライブが開かれます。浅草チャンネル、今日は台東区浅草の隅田公園で開かれているスミカルの会場から生中継でお送りしています。で、ミキちゃんがいなくなっちゃったんですけど、ミキちゃん、ミキちゃん、はい、いやいやいや、ミキです。いや、おばちゃん、おばちゃん、違うんだよ。ミキです。違うんだよ、おばちゃん。え、ミキなの？ミキ、ミキさん。ミキです。あ、はい、ミキです。もしかして漢字の方のミキさん？はい、漢字の方のミキです。あのこの後ライブをやるミキさんですか？あ、そうです。あ、よろしくお願いします。アルファベットのミキちゃんがちょっとどっか行っちゃったんで、はいはい、代わりにライブをやられるミキさんに来ていただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ミキさん、この後ライブですけども、ホッピー通りで働いていたっていう。そうなんですよ。ホッピー通りで浅草でエンタメナイトというイベントをやっていたんですけど。エンタメナイト、はい、そうです。エンターテインメントがいろいろ融合したイベントがあったんですけど、はい、そこであった慎太郎さんという役者さんに、年末年始とホッピー通り忙しくなるからミキさん手伝ってよと言われて、浅草の赤とんぼというもつ煮込みが美味しいんです、はい、そこのお店でこうアルバイトしていました。はい、それは歌手のアルバイトですか？歌のアルバイト。歌ではないんですけれども、もっと浅草を知ろうということで、はい、そこで働いてて、はい、そうなんです。店員として働いて、でも呼び込み中にちょっと歌も歌いましたよ。あ、そうなんですか。そうですよ。そういった浅草にはちょっと縁が深い。はい、はい、デビューはどちらだったの？デビューは、きっかけになったのは2005年に行われた、ボブ・マーレの曲をみんなで歌おうという曲があった、イベントがあったんですけど、それで、優勝させていただいて、ジャマイカへの往復のチケットをいただいたので、実際にジャマイカでこうレコーディングをして、それがデビューのきっかけとなりました。はい、ジャマイカでデビューしたんですか？ジャマイカでレコーディングをして、それを日本に持ってきてデビューをして、はい、で今最近はどちらですか？今は浅草を中心に、浅草のライブハウス。はい、そうです。あとはこの格好してるので、はい、ライブハウスもそうなんですけど、隅田川を下るそういった水上バスとかでもジャズをこの格好でジャズを歌ってるんですね。そうです。水上バスで運転してるわけじゃないですよ、はい、運転してるわけではないですよ。はい、じゃあ基本は浅草でジャズを歌ってる。そうです。
はい、そのカフェライブはまだまだいっぱいあるんですよね。そうなんですよ。ジャズナイトっていうんですか。ジャズナイトもあります。ジャズナイトがいっぱい、はい、何回もあって、はい、来週は11月の29日土曜日、そうです、来週の土曜日です。17時からと18時からの2回、で場所はあの浅草駅から徒歩5分、はい、こちらカフェウィーです。こちらもライブハウスになるんですか。そうです。ここもあの雰囲気もいろいろ装飾とかも変えて、全体的にこうジャジーな雰囲気で皆さんにこう隅田川のこう絶景と音楽を楽しんでいただく、そういった雰囲気にしていきたいと思いますので。ここでジャズもいいですよね。いいですよ。もうちょっとあの白玉クリームぜんざいを、そうですね、食べながら、はい、その時は食べれるんですか。あ、そうです、あの他にもホットサンドとか、 あとちょっとお酒とかもご用があると思うので、お酒も飲めて夕暮れ時に、夕暮れ時にスカイツリーを見ながらジャズを聴く、はい、ぜひ皆さん来てください。よろしくお願いします。ね、あのありがとうございます。はい、浅草チャンネル生放送スペシャル、まだまだ続きます。スミカル、カフェワークショップの匠たちから皆さんへ。あの今回は絵付けをに重点を置いて、実際に飴の、ね、形のあるものに塗装をね、もちろん食べれるもので色をつけていくんですけど、食べれるもので色を落としていって仕上げていくっていうところをね、昔ながらの飴細工もね、やっぱりこう色を刺してたんですよ、皆さん。江戸時代とかからこうね、飴に筆で塗装をして仕上げる、そこをね、あの皆さんに実際体験していただこうと思っています。まずあのお香に使われている原料、香料ですね。香料っていうのは基本的に生薬、生薬を使って作る、天然の生薬を使って全部作られてますので、そういうことだとか、さらにそれをこう合わせていって自分の好きな香りを作っていただくと、ということができる、はい、となってます。歴史を少しお話しさせていただいて、あとあの紋切り型、江戸時代に生まれた紋切り型を体験していただこうかなと思います。さあ、台東か、いや、ちょっと何戻ってきてるんですか、しらーっと。どこ行ってたんですか。あのこのカフェの裏でやっている隅田川マーケットにちょっと遊びに行ってきてました。隅田川マーケットっていうのがあるんですか。はい、いろんなお店が出ていて。そう、何がありました。あの花瓶とかいろいろ、うん、あの食器や食器、あの食べ物とか、そのイベントじゃ来たらそこにあのブースがあるってこと。そうです、ブースがありました。はい、いろいろと。これ何なんですか。あ、それがこのそこのお店で買ってきた花瓶なんですけど。買い物行ってた。そうです。やめて、生放送中に買い物行くの。でもこれ優れものなんですよ。花瓶にもなるし、花瓶でしょ、あとお酒入れてこうついだりとか、お酒も入れれるし、はい、花も入れれる。そんな便利なものこの世にあんの、はい、これがそうです、ね、はい、これがそうなの、はい、すごい。酒も飲めて、はい、花も見れる、はい、素晴らしい。そんな便利なものがあるんですね、やっぱり。さすが、見つけちゃいました。さあね、カフェウィーから生放送でお届けしていますけども、本日から、3月14日まで4ヶ月間にわたり開催されているイベント、スミカルはライブだけじゃありません。なんと下町の匠の技も体験できるんです。すごいですよね、はい、今世界中がね、日本のそのものづくりに注目してますけども、はい、このスミカルはその技も体験できちゃいます、うん、それがカフェワークショップ。こちらはお隣のタリーズさんで11月28日から隔週金曜日に開かれています。すごいですよね。すごいですね。午前中はコーヒー講座、19時からはさまざまな匠たちによるワークショップです。参加費は全て無料です。無料、ぜひ参加してみたい。はい、いろいろやりたいですよね。やりたいですね。無料ですよ。無料って聞いたらもう行かなきゃですね。行かなきゃです。はい、
もうみきちゃんもこの番組ではいろんな匠の技とかレポートしてるじゃないですか、はい、どうですか浅草の職人さん。あの森銀っていう金銀製品の工房や、うん、あと稲印カバン製作所というカバン屋さんにもお邪魔したんですけど、ね、なんかもうそれぞれすごい細かくて、あとこだわりもあって、すごいもう本当にすごかった。もうびっくりすることばっかりでした。そうですね、ガイドブックには載ってないけど、うん、すごい職人さんが下町には多いよね。はい、多いですね。果たしてどんな匠が登場するのでしょうか。はい、11月28日から開かれるカフェワークショップ、うん、どんな技が体験できるのでしょうか。こちらをご覧ください。さまざまな浅草の魅力と出会える隅田川絶景にてカルチャー候。さらに注目なのが下町の匠の技が体験できるカフェワークショップ。ここではやっていない材料をちょっと使いまして、その季節にあるものですね、はい、まあ、今度お正月なので、お正月にちなんだこういうような材料でもって、ね、やろうかなと思っているので、はい、楽しんでいただければと思います。あってきます。なるほど。こちらとしてのあれなんですね。で、反対にね、簡単なもの用意してて、なんだこんなもんって言われちゃうとも嫌なんで、少しちょっとこうやりながら難しいとかって言いながらやってる作業の間でだんだん変わっていって、あ、できたっていうものをうちとしてはだから提供したいなっていうのは簡単に考えております。基本的には、まあ、つまみの体験ですから、なんていうんですかね、やっぱりできないとつまんないから、できるものをやってあげたいのと、つまみ細工というものをいろんなところ、いろんなイベントに行って触ってもらおうと、文化っていうんですか、それに触れてもらえれば嬉しいなと思って、魅力ですけど協力させてもらおうと思います。自分の、まあ、作りたい形、欲しい形が自分で考えて型紙を起こして、まあ、実際の形にまで持っていけるっていう、そこを、まあ、目指したいなと思いまして、まあ、一件ぐらいそういう変なこと言えるとかあってもいいかなと。これいいよね。いいですね。これ参加するとあれですかね、うん、職人さんがいつも仕事してる場所で体験できるんですかね、これは。うん、ぴったりいいですね。それ全てがタリーズで、あ、タリーズで、はい、経験できるんですよ。でもそういう職人さんのなんかプロの使う道具見るだけでも楽しそうじゃないですか、うん、変わったものがいっぱいありそうですよね。見たことないような道具も、ね、道具とかもね、いろいろ見たいですよね、はい、よくこれだけの人がね、うん、OK したなと思いますけども、はい、そしてまだ参加できるんです。お申し込み方法はここカフェフィ、カフェウィーや観光センターに置かれているこちらの用紙をご覧ください。もちろんインターネットでの申し込みも可能です。それでね、はい、これなんですけど、これちょっと見てもらっていいですか、はい、見えますか。これ新聞の画面なんですけど、ちょっと写メ撮ったんですけど、はい、これ11月の15と16日にベトナムのホーチミンで
行われたジャパンフェスティバルに、はい、浅草チャンネルが浅草芸者ののりえさんとちまさんと一緒に浅草のプロモーションを行ってきました。これがねすっごい人気があったらしいんですよ、はい、めちゃめちゃ人気があって、はい、ブースに5000個用意した雷おこしが2日間でなくなるほど大盛況だったらしいんです。2日で5000個の雷おこしが、すごいですね。すごいですよ。ベトナム今もう浅草祭りですよ。みんな雷おこしを食ってますよ、はい、すごいですね。すごいですよ。じゃあ浅草チャンネルのフェイスブックにベトナムの人が急に増えたのもその影響なんですか？その影響です。はい、もう確実にその影響です。すごい、うん、だって浅あのベトナムの人が浅草チャンネルのフェイスブックを検索するとは思えないですもん。そうですよね、うん、確実にその影響です。もう浅草チャンネルはこれからもどんどん浅草のプロモーション活動をやっていきますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さて本日から3月14日まで4ヶ月にわたり開催されるイベントスミカルの魅力をいろいろと紹介してきましたが、そろそろお時間となりました。みきちゃん気になるイベントありました？私うん、結構音楽もやっぱり絶対聴きたいし、ライブもね、ライブいろんなジャンルの人が集まるし、集まるってか、あれなのかな、あまり聴かないような曲もありますよね、ジャンルの曲も、うん、ボサノバとかって私の世代だとあんまり聴いてる人はいない。俺も聴いたことないから、そう、そういうのも聴けるのもいいよね。普段親しんでる曲も聴けるし、全然知らない曲も聴けるし、ここへ来ればで匠の技をこう体験しに来たら、はい、ついでにそのライブも見れるし、いいですね。いいですよね、はい、ぜひ来てもらいたいですよね、はい、それでは1回目のカフェワークショップフラワーアレジメントの映像でお別れです。次回スミカルの生放送は来年1月10日浅草観光センターからお送りします。気軽に体験していただけるようにですね、こういったアレンジを作ってみました。でこのアレンジは今もう11月になってますので、クリスマスが近いということもありますので、クリスマスを意識してちょっとゴールド の松笠を入れてみたり、赤のローズ、それからちょっと雪っぽい感じで可愛らしさを演出しています。お送りしてきた浅草チャンネルですけども、はい、ね、せっかくです辻ちゃん来てくれたんで、辻ちゃんどうぞ。はい、また来ちゃいました。あ、どうぞどうぞ。今聞こえてるあそこのブースが、はい、歌を歌うところですよね。そうなんです。ここの先の、階段降りるところがあるんですけども、はい、ここにステージがちゃんとできていて、もうね、真後ろ川なんですよね。あれ落ちないの？ちょっと落ちそうで怖い。落ちないで ね、2本目できなくなっちゃうから、ね、うん、ね、2本目やっちゃうことになっちゃうから。すごい、でも多分ロケーションは素晴らしいんじゃないかな。いいよね、こうスカイツリーバックで、うん、スカイツリーバックで気持ちいいです ね、 いいよね。ちょっと日がこれ何沈んできた。そう、いいよ、沈んできたくらいがちょうど綺麗なんじゃないですか。さっき暑かったの。ただ見てる人は筋ちゃんよりずいぶん上の方見てるかもしれないけど、スカイツリーかもしれない。あと向こうからも見てるかもしれない。え、スカイツリーの上から。あ、見える。ちっちゃちっちゃ、もうちっちゃい辻ちゃんがよりちっちゃく見えるかもしれないですけども。さあね、今日の浅草チャンネルはカフェウィーさんからお送りしました、はい、ありがとうございました。遊び来てね、バイバイ。